はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコングです。今回は経験値稼ぎ、序盤の経験値稼ぎと、あと600族を捕まえるスポットといいますか、それを紹介していただければなと思ってます。マップとしてはだいたいこの辺だね。この辺、で、学校側から見ると、学校はここね、ここですね。ここに、600族が多い深丸さんとかいますね。この辺ね、いると。で、この洞窟の中ですね。ただこの洞窟レベル段地です。なんで気をつけていく必要がある。基本しゃがみで行っていくみたいな感じが一番ベスト。で、水タイプのポケモンがいるといいです。あえて地面タイプが多いんで、水タイプがいるとよりいいかなと個人的には思います。ただ今回はここで、誰だっけ、ヨーギラとかモノズとか、います。で、経験値もうまいんで、見つけれたらね、積極的に行きたいところなんですが、あ、ダグドリオいたね。ダグドリオちょうど欲しかったんで、せっかくなんで行きましょうか。で、レベルが39と、団地です。ただ、僕今回ギャラドス連れてきてるんですけど、ギャラドスだったら、技的には、滝登り、覚えたら、いいかなぐらいで、やってったらいいかなと思います。で、不意をつくような形で、相手に戦いを仕掛けるのが一番ベスト。向こう向け、向こう。ああ、闇ラミ！いや、闇ラミはね、突っ込んできます。やめてー。いやー、危ね。ちょっと回復しよう。闇ラミはきついな。はい、振り付けました。さあ、ダグドリオちゃん。で、相手のダグドリオレベル39です。だいぶ高い。で、ダグドリオ早いんで、この一端で OKOKOK いい感じに削れましたね。じゃあここからスーパーボール、ちょうど欲しかったんでね。あざーす。こんな感じかな。手持ちで、で、ここにもモノズがいたりとか、あとハリティヤマだっけ、名前忘れたんですけど、そいつがいたりっていうこともあります。あとはいろいろかな。あとはガブリアース、ヨーギラスとか、何だっけ、ガブリアースの前がいたりもします。多分時間帯もあると思うんですけど、あ、いましたね、いましたね。あれです、あれです。あれが勇気です。不意をつくような形で投げると、あ、思い出した、深丸だ。深丸もここにいますんで、うまくいけばね、ガバイトがいたりもありますね。はい、滝登りで、こんな感じで、地面タイプが多いので、本当に結構経験値的にもね、500とかで結構うまいんですよ、ここで。レベル20ぐらいから全然いけるところなんで、ここはめっちゃうまいです。あれがね、結構厄介です。黄色の頭してるやつ、あれが結構厄介なんで、あれはスルーします。もしくは、あー、いった、
あ、いたよ。こっち見るな、こっち見るな、こっち見るな。お前らがこっち見たら、てか囲ってるやん。こっち見る、こっち見るな。頼む、こっち見たらあかん。まあ、まずは深まるからね。あ、親みたいな感じで見守られてるで。でレベル差12あるんで、まあ、結構しんどいですけど。OK、まあ、これはモンスターボールでいけたらすげえありがたいんだけど。あ、いけた。初ゲットです、深まる。まあ、こんな感じで600族意外にねここ多くて、しかも経験値的にめちゃくちゃうまいんですよ。で地面タイプもいいから、水タイプさえ連れていけれれば全然ね、あるてかうまみのあるとこなので、まあ、結構僕的にはいいかなと。あー邪魔や。でもちろんレベル差あるんでここは逃げます。無理なんでね、不意をつかなければまず無理なんで。でまた離れて、オッケー、不意をつけた。よし、ガバイトをもろう。でもちろん水タイプの技で、あ、そっか、こいつあれか、効果がない。こいつはあれだね、地面じゃないから。まあでもこれでも全然ゲットできますね。スーパーボール、うん、効果ないよ。残念だったわね。まあまあボールいっぱいあるからどんどん使っていきましょう。おお出るね。何この泥試合。あ、ミスった。倒しちゃったな。まあいっか。まあこんな感じで経験値的に結構うまい、プラス1000ももらえるんで、かなりうまい場所かなと個人的には、思ってるんで、結構いいところかなと思います。なんで皆さんもぜひね、ここ洞窟ですね、まあチャレンジしてみてください。600族も多くいるし、結構倒しちゃったけど、倒しちゃった俺が悪いんだけど、ちょっとこっち突っ込んでこんとって。うまみのあるところかなと思いますんで、皆さんぜひねここチャレンジしてみてください。てな感じでご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。